高木さんは土日の間考えろと言ったが、いくら聞いても何も聞こえないじゃないか。だから今日は俺から仕掛けて答えを聞き出してやる。ねえ高木さん、俺からも質問していいかな。高木さんは他の男子のことをどう思っているんだい？例えば木村とか。木村くんか。いつもご飯を美味しそうに食べるよね。ふん、この返事じゃつけ込む隙はないか。ならば、じゃあ高尾のことはどう思う？メガネかけてるから視力あまり良くないのかな。じゃあ田辺先生男子じゃなくなってるよ。怒ると怖いけど普段は優しいと思うな。なんだか必死だけど、もしかして私から変な答えを引き出して動揺させようとでもしてるのかな。いや、そんなことはないよ。俺もただ単に高木さんがみんなのことをどういう風に思ってるか気になっただけさ。そっか、てっきり昨日の答えを言わせるための作戦かと思ったよ。やはりバレていたか。しかしそれは想定済みなのさ。ここで俺もさっき取った音のないデータを送って高木さんを困らせてやる。そして勝利を手にしたところでその見返りに昨日の答えを言わせる。なんて見事な作戦。見ていろ高木さんめ、今日の俺は先の先まで作戦を考えているんだ。どう返事をしようと必ず。ごめん西方、明日早起きしてお家の手伝いしなくちゃいけないからもう寝るね。また明日話そう。何？そのパターンを考えていなかった。